平野紫耀のステージ衣装が話題沸騰。その裏に隠された秘密とは？平野紫耀の魅力が詰まったルイヴィトンアイテムとは一体何か？平野紫耀さんの東京ドーム4日間公演における華やかなステージングが話題を呼んでいます。特に彼の高価なアクセサリーや衣装に対する注目が集まっています。そこで彼のステージ衣装やアクセサリーについての興味深い話題を探求してみましょう。平野紫耀のファンであれば。 彼のステージでのファッションセンスや装飾品についての情報に興奮することでしょう。しかし、その華やかな外見の裏には、彼の個性や音楽への情熱が隠されています。まず、トラクストウキーヨから注文されたダイヤモンドネックレスは、平野紫洋さんの魅力的なステージングに一役買っています。この特注のネックレスは高額であり、正確な価格は公表されていませんが、 その輝きはまばゆく、遠くからでも一目でわかるほどです。ファンからは、そのダイヤモンドの輝きを絶賛する声が多く寄せられています。さらに、ダイヤモンドリングも同様に注目を集め、コミュニティ全体から称賛されています。この輝きをまとまった平野志陽さんの姿は、ファンの心をつかむこと間違いありません。彼のファンは、彼がステージ上で踊る姿を見ながら、 その輝くジュエリーがどこにあるかを簡単に特定できるとコメントしています。さらに、注目すべきは彼のステージ衣装です。今回のライブでは比較的シンプルな衣装を着用していますが、それが彼の持つ輝きをさらに引き立てています。特に、黒のレザージャケットについては、オーダーメイドであるとされています。このジャケットは、彼の個性を際立たせる重要な要素の一つであり、彼のスタイルの一端をうかがい知ることができます。 LV110 万人、サングラス、Z1165 w ブラック、ゴールド、1200ドル、ブラック、アセテート、フレーム、ブラック、レンズ、スクエア、シェイプ、フロントに面取り、デザイン、メタリック、ゴールド、アッパー、ブリッジにモノグラム、パターン、ヒンジ、メタリック、ゴールド、S、ロック、パターン、レンズとテンプルに、LV、ロゴ、テンプル内側に、ルイビトン、 パリのネーム、ライト透過率13%、UV カット100%、フィルターカテゴリー3、平野郎さんがステージ上でメガネをかけている場面も見られます。これは彼のパフォーマンスにおけるエモーションを隠すためのものであると考えられています。ルイヴィトンのサングラスに関しては、ブラックとゴールドのカラーリングが彼のスタイリングと見事にマッチしています。 ルイ・ヴィトンの2022年秋冬コレクション賞中にデビューした LV バロックブーツは、ミリタリーにインスピレーションを得たレースアップシューズのデザインです。今シーズンのバージョンは、手作りのヴィンテージ効果を加えたカーフスキンアッパーが特徴です。アウトソールは大型ながら軽量なラバーで成形され、モノグラムフラワーモチーフと印象的な立体感のある LV ロゴが刻印されています。2000ドル以上かかる。全体を通してみると、 平野紫耀さんのステージングは彼の個性やファッションセンスを際立たせるものとなっています。彼のスタイルは常にファンを魅了し、彼のパフォーマンスに一層の輝きを与えています。最後に読者の皆さんに質問です。平野紫耀さんのステージングにおけるジュエリーやアクセサリーについてどのような印象を持ちますか彼のファッションセンスが彼のパフォーマンスに与える影響についてどのように感じますか